サーナの4曲、こうなると東条が秋の味方です ね、 そうですね。東条はもうこれはおちおちして渋川にまくられるわけにいかないよ。ドラローピン、なんといつまあ素直に行くんでしょうね。これだってでも何本しづらいですよね。点数がないときに上がってどうなのかと思っちゃうから、やっぱりリーチにリーチまで持っていきたい、持っていきたい。そうすると間に合わなくなるっていうあるあるですよね。秋が初ドイツ、そうだ、漫画の出上がりでも逆転できますね。園田の手はドラドローピンが1枚あります。この次に移るんですが、大輔さん、漫画のルートどうでしょう。園田漫画のルートはドラ1枚あれば楽勝にあるでしょう。リーズも、リーズもタイヤドラ1、まあ、あの赤が3枚入ってるんで赤どこ引いても、はい、2種類分うわ、これはスピード競争ですね。これ初ポンしていいですか。初ポンじゃないですかね、はい、初ポン以外からどうでしょう。ペンチーピン、はい、でもちゃんとありましたっけ。ないんですよ。じゃあ泣かない、私は泣かないんですけど、うん、はい、あの泣くてもあるんですかね。さあ渋川イーシャンテン差し子見えたりドラローピンだったり、一回パーマン行ってやれ、リャンシャンテン戻し、おあのいわゆる高打点見ましたよね。これだから泣かないんじゃないですか。なそうですね、1個目は少なくとも。自分はやっぱ急いでる時ドラ色の街作りたくないんで、はい、外しちゃうんですけど、これキュービンパーピンですかね。あ、キューワン、キューワンつもぎり、さあ誰の足が速い。秋は上がれば OK、 園田は漫画欲しい。受けというかチートイツ見ましたね。これでこれはローマンですか。なるほどね。何本するかどうかですね。ここでしないと思いますね。しない、しないですけど、東条がちょっと遊んでるようなステーションに見えますね。泣かせない、ある程度になったら泣かせないようにできるようにしてるような感じが。目いっぱいにはせずドラ受け残す。そうですね、園田はなんとか面前でドラを使ってリーチまで。やっぱり4戦ほどが大きいってことですか。しごろだ、これはどっちが出てもチーなんですかね。しごろになる牌は初はポンするんですか。初は私は泣かないんですけど、泣いた方がいいですか。やんべやんべ、初だ、ポンしそうに見える。ポン、あー、する、なるほど。あ、そうです、ドラメンツが安定してるからですかね。これあの想像の5、6、マンズの4、5がドラどちらかだったら、はい、ドラが出てく形というか、なんで泣かなかったのかな。さあ秋が決めるか、自身今季2戦目で初トップとなるか。今季はキーマンに指名されています二階堂秋。何打つんですかこれ。あ、差し子は見ないんですね。差し子を見たんじゃないですか。差し子とドラを受けるんだったら何打つ。あ、どっちもですね、どっちも見たらそうなりますね。ただ何匹が痛すぎる、何本の緊急避難もあるということですかね。なんか自分の感覚だと東条プロに何握られてるかなっていうのがあるんで、ああ、はいはいはい、ですけど絞られちゃってるなみたいな、うん、まあ、絞られるとか大きい手狙って何使ってくるんだろうなっていうのがそっちですね、あるんで、うん、待望、待望ですね。これは2万が2枚切れてるんで数万ですかね。数万になってシンプルにイーシャンテン取っていく、はい、さあ秋そろそろテンパイさせないと危ないぞ。来るぞ園田が。まあ裏ドラ勝負上等でしょうからね。上等、上等、大上等ですよ。さあ行くか。ドリブンズを何度も救ってきたこの男がまだ脳天、それとも秋か。ダメ、ウッパーマン引いた時は、はい、両面でリーチなんですかね。どっちでもいいですね、とにかく裏ですもんね。裏なんですけど、他から出た、はい、親の渋川プロから出た時裏ドラ勝負に受けれるようにリャンピンに。そっか、8000出上がり OK ならさすがに数ピンか。面ピンドラ裏ですもんね。これは数ピンですね。リャンピンが出てリッチ。さあ大きく息を吐いた園田、リーチだ、数ピン切り。秋はこのリーチに対してどう立ち向かう。リャンウーピンです。ポンですね、これはね。さあ渋川ここは追いついた。リャンウー総対リャンウーピン、積もって裏一、まあ、とにかく裏一、とにかく裏一。
一発消えたのは痛いですね。そうですね、まあ、赤ウーピンがまだ可能性としてはある。とにかく裏一園だ。赤ウーピンありますね。赤ウーピン、そうです、全然出てもいい赤ウーピンですかね。どっちが引ウーピン出上がりだ。逆転、逆転に次ぐ逆転劇、最後は園田。しかも裏ドラ乗ってなかったですね。これじゃなきゃ逆転じゃなかった、はい、まあ勝負論。ああ、2回の脇下唇をギュッと噛みしめる。私のトップ返してよ、あんた何やってんのよ。怒ってる。珍しい、卓上の鬼姫となった。珍しいですよ、秋のこの表情は。呆然自失。最後の直線で差し切られました。杖足恐ろしい園田健、見事に逆転勝利です。園田、これで今季初勝利をものにします。大和証券 M リーグ 2023-24 シーズン、ここからは本日2戦目を終えた選手の声をお届けしていきます。本日2戦目2着となりました EX 風林火山二階堂亜希選手にお話を伺います。対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。まさかの最後の最後ということで、普段はちょっと見ないようなクッと唇を噛みしめるような表情が見られたんですけど、やっぱり内心はかなり悔しい。そうですね、最後悔しいですね、うん、なんか裏乗らなきゃとか思ってたら赤で、赤はそうだ、はい、無条件だねみたいな感じ の、 残球リーチも全然あるなと思ってたんで、はい、ただなんかその残球打ったら同点かなと思って残球 7% だからそうですよね。 で、まあ、なんかでも折りなしだなと思ってたんで、最後は自信は、あ、そうですね、はい、だテンパってないけどちょっとどこまでも頑張ろうみたいな気持ちで、1戦目が前回出た時がちょっとこう、はい、すごいこう自分的にはこう戦って前に出たつもりだったけど焦ってた部分もあったかなっていうのがあって、でそれを迎えて今日打って、今日はなんか結構落ち着いて打てたかなと思うので、結果は少し残念だったけど麻雀的にはそんなに悪くなかったんじゃないかと思ってます。はい、はい、皆さんに一言お願いします。はい、今日ちょっとトップを、ね、お届けできなかったのは非常に残念ですけれども、今のとこかなりいい感じなので次もいい感じで打てるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。